ああなんかもうこれゆるいもうやだ嫌になっちゃう。今日は撮影終わりなのでそのままです。やっほー。なかなか配信でさこんな髪型して配信することあんまないからね。レアレア藤子も髪型とメイクバッチリ。そうみんなねバッチリです。そう公演終わりはねなかなか9時までには帰れないので帰れないのでね公演終わりは配信できないんですよ。こんばんは。こんばんは。やっぱりメイクしないとダメだよね。メイクしないとさ、メイクしたら全然違う。コピーアレンジ得意。自分の髪の毛はあんま得意じゃないんですよ。人の髪の毛する方が得意です。自分はあんまうまくできない。最近はねベッドを背景にやっております。コペと同じチーク買った嬉しい。ありがとうございます。ぜひ参考にしてみてね。昨日のよりちゃんリクエストの髪型可愛かったよ。そうよりさんに髪の毛何か決めてくださいって言ったら、じゃあココピア高めのツインですぐ決まりました。水木先輩はすっぴんで出てから大丈夫。いやもうミルンさんはもう元々がめっちゃ可愛い。お顔がもう大優勝すぎ。よりちゃんのセンターのジッパーめっちゃ可愛かって、もうあんと楽屋のモニターでもうみんなで見てました。いおりさんのジッパー可愛かった。本当に可愛くて、私本当いおりさん、昨日はいおりさんの生誕祭だったんですけど、本当にいおりさんもずっと見ちゃうくらいいおりさんのも大好きなので、13日は坂上公演当たって初めて坂上がりに入るが楽しみにしてる。お、ありがとうございます。初めてが上がりですね。初上がり、初めてお待ちしております。今日はどんな作業か、まあ、後々分かってくるんではないかなと思います、はい、パパ帰ってきた。音で分かります。9日の坂上がり公演はユニットシャッフル多そう。うん、来てのお楽しみです。まつげやばいよね。でももう最近松葉落ちてきてるからもうダメ。ダメです。もう一回行きたい。中学生3年生です。マツパはだいたい月1ですね。リンリンリンカが言ってたマツパに行きたいんですよ。
あれやばくない？めっちゃ上がってても羨ましい。今月末、今度は今度とか10月っていうのが信じられるね。今月もコンサートありますから。ペット飼ってたら、家族帰ってきたら一番最初に反応するね、本当にさ、飼いたいスタンダードプードル、めっちゃ可愛いんだけど、もうどうしよう、どうしよう。なんか飼ってる方いないの？ファンの方でね、なんかめっちゃどうしよう、これもどうしよう、不安定すぎる。なんでこんな緩いんだろうね。ちょっと待って、あー流すか。なんでこう止まらないのかな、これ。あれ止まらないんだ、もう本当に怒るよって。ここが止まってないからかな。あ、来た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 、来ました来ました。明日のココ天は花さんがいらっしゃらないんですよ。猫と犬だったら犬派ですよりちゃんのケーキ、チョコケーキベースのスプレー、ココペはどんなの作ってもらいたいですか？でもチョコスプレーめっちゃ可愛かったし、めっちゃ美味しそう。クリナさんのケーキなら何でも。クリナさんの梨を今年もいただけたんですよ。めっちゃ美味しかった。もう今日、今年てか毎年いただいてるんですけど、今年もいただいて、この間夜みんなで食べました、家族私とのパパとママとおばあちゃんもおじいちゃんもみんな、もうクリナさんの梨がみずみずしすぎてみんなむせてきてますから本当にやっぱりおばちゃんおじちゃんの口にはみずみずしすぎてそう、もうみずみずしすぎて、あのあれが本当に梨がね、本当に もう今年はちょっとあの直接クリナさんに頼んで梨をゲットしたいと思います直接別に私あの梨向けません。なんか前家庭科でね、小学生、間違えた、中1かな、中1か中2の時に、まあ、どっちかで家庭科の授業でなんかリンゴの皮を剥くみたいな、中1か中1です、リンゴの皮を剥くみたいな、リンゴの皮剥きテストみたいなのがあったんですよ。それで私はちょっと皮じゃなくて身も剥きすぎって言われて三角でした確か三角か、ギリオッケーって言われたかどっちかわかんないけど、でもちょっとあの皮じゃなくて身をちょっと切りすぎたねって言われたのを覚えてる熱死んじゃれないから上がって、えーけどフェニタ元気出てほしめん、薬ありがとう、はい、補充しといてね、治りますように。
今の熱が一番きつくない？暑いしね。果物の梨が一番好きな、ぜひ食べてほしい、本当にファンの方に。マジで大好き私梨。でも去年はね、去年はあの去年はクリナさんのお家からあの梨を買ったんですよ、別で。そう買って、その後も梨が届きました。なんかサービスみたいな感じで。だからもう去年は本当に幸せなくらい梨を食べましたたくさんの大量の梨をいただいて、去年めっちゃ優しいって。去年は幸せな梨生活でした。めっちゃ優しかったです。サービスをいただいたので、私のお家からもあのお返しして大量のものをお返ししました交換しました。そう、フルーツ大好きなので本当に嬉しい。梨大好き。梨のガリガリくん、梨のガリガリくん食べたことないな。好きなフルーツは全部好きです本当に。でも食べてみたいのはなんかマンゴーを食べたことが、なんかマンゴーはなんかああやってなんかなんていうの、この四角っぽく切るじゃないですか、こうやって開く、ああいう食べ方してみたい。マンゴーなんかマンゴーを買って食べることがないので、そう、マンゴーを切って食べてみたいです。聞いてください、今日ねリンリンリンカとも会ったんですよ。そしたらリンリンリンカがなんか最近なんかあつ森を買ったみたいな、カセットをスイッチのね、あつ森買ったみたいなのをメールで見てて、そのあつ森の話になったんですよ。そう、それで私ねコロナ禍でスイッチゲットしたんですね。もうコロナ禍暇すぎて、もちろんあの HKT にも入ってないのでもう暇すぎたんです、とりあえず。それでもうスイッチがコロナ禍すごい人気だったじゃないですか。でもゲットするのもなんか買うチャンスもなかったじゃないですか、なんかもう人気すぎて。それでなんか一回抽選でスイッチが当たりますみたいなのに、なんかママが応募みたいなしてて、そしたら当たりましたっていう連絡がね来たんですよ、買い物してる時にトイザラスの中で。で私は泣いてやったって喜んだんですね。そう、まあ当たったって言っても、まあなんていうの、当たったというよりもなんかもらえ、なんていうの、買えるっていう、そのスイッチ自体買えなかったからさ、人気すぎて買えるチャンスをもらったんですよ。まず普通にスイッチのお金は払うんですけど、でも買うことすらできなかったからさ、そのコロナ禍って人気すぎてね。そう、それで抽選発売されて購入権を得たんですよ私は。
そうでトイザラスの中でよっしゃーって号泣して、そうそれで、まあ、スイッチを持って帰って受け取りに行ってね、そして早速もあつ森をやってっていうのがあつ森の私の始まりなんですよ。それでもうコロナ禍暇すぎてマジで朝めっちゃ早起きしてあつ森まずするじゃないですか。でもずっと一日中やってる時もあったし、スイッチ1個しか持ってないから、まあ、妹と取り上げあったりするんです。だから朝早く起きてやったりしてたんですけど、 そう、それでもうでそれでまあ結構時間が経ってもうまあ全然なんていうのもう段階がいろいろあるんだけど、もう一番上の段階に来てもう何も進化することがないみたいな、ずっとこの生活みたいな、もうやることがない段階に来たんですよ。もう次のステップがない段階にもう最後まで来ちゃって、あとはこれをずっと続けるっていう感じなんだけど、そうでもうちょっともやることがないから初期化してもう一回しようってなったんです。でこの間初期化して、この間っていうかまあちょっと前初期化してまた一からあつ森を今してるところなんですけど、今できてないんだけどね、なかなか最近はっていう感じなんです。私のあつ森の歴史という感じは、そうでリンリンリンカとそのあつ森話になって、私あつ森結構詳しいんですよ、まずやってたのでがめっちゃもう勉強、妹もあつ森の本買ったりして勉強したからめっちゃ詳しいんですね。あつ森だけめっちゃ詳しいんですけど、そう、それでリンリンリンカと通信しようっていう話になって、でも前の島で初期化しない方がまあ楽しいじゃないですか、多分リンリンリンカに物をあげたりできて多分楽しかったんだろうけど、初期化しちゃったのでそう多分リンリンリンカと今同じ段階くらいなんですよ。そう攻略本もね2冊持ってるの、こんな分厚い、そんぐらいあつ森がガチ勢で、そうそう、で今度ね通信しようっていう話になっておりますそうそう、で今度リリリンカと通信するから、ちょっと私はちょっと忙しくて今あつ森なんてできる状態じゃないので、妹にあつ森やっといてねって言いましたそう多分リンリンカと同じ段階ぐらいだと思うから今ね、だから楽しそう。でも一回そのもう流れというか順番を知った上でもう一回やるのも悪くないと思うんですよ私は。そうだからちょっと私もあつ森ちょっと頑張りたいなって思いますやることが終わったらね、あつ森ちょっともう一回頑張ってみようかなって思って、もう最近時やってなくてさ、もうやる暇あんまなくて一時やってなかったのでちょっと今度やってみようかなと思います。なんかね順番っていうか段階があるんです。まず家を建てる、なんだろう、あと家を建てて博物館建てたりたぬき商店改造させたりいろいろあるんですよ。住民増やしたりお部屋の数増やしたりみたいな。でも私はもう一番上に来てもう何もやることがない、次の段階がないっていうところまで来たからもう一回初期化してやりましたちょっとあつ森ブームをちょっと再来させたいなと思います。あつ森だけはね飽きなかったんです私。なぜかというと段階があるから。でも段階がもう全部終わっちゃって、そうたらもうねちょっと飽きちゃうかもしれないけど、あつ森は本当に飽きないです。なんか楽しかった。なんかね花火大会とかあるし誕生日めっちゃ祝ってもらえるし、
そう。だからなんかもし YouTube とかであつ森のね配信とかができるようにちょっとあつ森とか改造させてちょっと島をきれいにしていきたいなと思います。なんか島紹介とかできたら楽しいじゃないですか。絶対いつかちょっと YouTube であつ森配信したいのでちょっと皆さんにめっすげえって思ってもらえるようにちょっと今度島をちょっとめっちゃきれいにしていきたいと思います。何年後ってなるんですけどでも逆に言うとあつ森しかできないんですよ。まあ、あの戦いゲーム系はめっちゃゲーム音痴できないので、まあのんびりあつ森です一番好きなキャラクターはキャンディーっていうクマ、かわいいのよ。ジンベエザメ釣れますよ。マリオカートもできないね。なんかゲームできないんです。できない。あつ森しかできませんそう、つもりしかできないです私は結構6期生はゲームできるメンバー多いんじゃないかな。マリカワレ、あ、そうなんだ。今日の晩夜ご飯はなんだっけ、鮭のホイル焼きとご飯と味噌汁と卵焼きとかぼちゃの煮物みたいなのが出ましたね。健康食ほら、気がでゲームやらなくなっちゃった。まあやらないのが一番ですよ。うん、やらないのが一番だけども、やってもいい、やってもいいと思うけど、まあ、やらないのが一番ですね、ゲームは一番好きな魚料理なんだろう。魚の味噌煮、サバの味噌煮とか味噌煮、味噌系。俺も真剣にあつ森してた。本当？あつ森やっぱコロナ禍ね、やばいよね。あれもうみんなあつ森やってたから、私もあつ森やらなくて仕方なくてさ、やりたくて。本当にスイッチゲートできた時は本当に嬉しかった。昔マリオカートやって乗り物酔いみたいになった。え？乗り物酔いになる？最近サバがあったか。そうなん、サバの、いや給食のサバの味噌煮が一番美味しいです本当に。給食のサバの味噌煮が一番美味しいのよ。桃鉄とか頼む。桃鉄やりたい、みんなで。桃鉄いいね。ちょっとみんなでお泊まりした時桃鉄やろでもね、ゲーム得意なメンバー多いからさ、みんなでやったら楽しそうだね。
桃鉄100年やったことない、長いから長いからやったことないです桃鉄100年。いつもだいたい10年とかが多い。金細工がおかしくなる。普通にさ1万円が小さいってどういう感覚本当1万円がさ少ないなんて意味がわからない。桃鉄徹夜したことあったけど、桃鉄徹夜ってさできなくない？あつ森はできるよあつ森はだってさ日本と同じ時間と日にちだからさ、夜なんかそう夜だと夜だし、あつ森楽しいのよ。あつ森大好き私。ちょっとちょっと本当にあつ森ガチガチ入れます。私はこれからちょっと島を本当にマジで可愛くしたい。再チャレンジ、ちょっと前回の反省点とかも踏まえて今回ちょっとちゃちゃまるね、懐かしいレア住民です。ちゃちゃまる、私はやっぱキャンディーが可愛いですね。コロナ禍でやって今やってないという方一緒にやっていきましょうでいきましょう。小学生コッペ、中学生コッペがすごいとこ見せてください。何中学生と小学生あんま変わらない。今日からまたあずもりしますしよう私はちょっとまだできないけど落ち着いたらやります。みんな持ってるんじゃない？カセット。詳しい方いるの？あつ森に。でも私より妹の方が詳しいんですよ、あつ森に。詳しいっていうかよく知ってるコツとか。埋まってるさくらんぼ全部切ってリンゴに変えます。私さくらんぼはゲットできない、あ違う、オレンジかな、オレンジだけねゲットできなかったんですよ。そういえばオレンジかな、なんだっけ、わかんない。そう、もう初期化しちゃったのでうんうんうん、
好きかの判断ね。なんかもうノリでなったよね。初期化しようって初期化しようみたいなノリでなりました。でも熱盛はもうね、毎日やんないといけないんです。もう絶対に。なぜかっていうと、マイルをもらったり、石を叩いて鉄鉱石をいっぱいもらったり、お金稼いで物を売ったりしないといけないんで、毎日やんないといけないの、あれは。そう、継続するものがいっぱいありすぎて毎日やんないといけないんです。なぎしま、前は立花島でした。前は立花島、今回何したんだっけ。一緒かな、多分、わかんない。なんだっけ。前の島は立花島で、でしたね。スイッチ黒です。黒、もともと黒のやつ、でしかもそのスイッチが当たる時も、私もともと黒を希望してたんです、あのコントローラーが。それでまあ別に何色でもいいよねってなって、しかも色までね当たったんです。すごくない？もともと黒欲しくて色まで当たって、しかも購入券ももらえて、最高最高でした。色まで欲しい色をもらっちゃって、でも多分今コントローラーが多分変わってるから、色変わってるかもしれないマジで号泣した、小5か小6の時。しかもなんかその時なんかゲーム配信みたいなのに憧れてさ、携帯かタブレットとかでなんか動画撮って配信、なんか YouTuber みたいなことしてましたよYouTuber みたいに、今日あつ森配信していきたいと思いますみたいな、妹と一緒に。しかも見られたくないからママたちに、玄関でやって、誰にも見られないところで隠れてやってました。タブレットとかで動画を撮りながら、いろいろあるんだよね熱盛ってさ、フレンドになったらさ、お互いの島行けるんだよね。フレンドの島に行くみたいなのあるもんね、飛行機場で。うん、行ける行ける。ちょっと今度やろう。ちょっと熱盛やってる人とちょっといろいろつながりたいなメンバーでいろんなメンバーの島に行きたい。でも私のまずこの島はちょっと綺麗にしとかないと恥ずかしいから、今は多分雑草だらけになってるな綺麗にします。じゃあ50分になったら終わろうかな。G 出ると思うよ、わかんないけど。だって一時やってないもん。え、わかんない。妹がやってたかも最近。私はやってないです、一時。G 出るかもね。
今ローン組んでるらしいですよ、なんかの多分お部屋かな。お部屋の数を増やさないと収納が使えなかったりするんですよ。ぜひ買ってみてください。なかなかこういい暮らしになるまでがきついんですよ、やつもりってきついけど、もうお金もある程度貯金してめっちゃ道具も持っててってなるとめっちゃ楽しくなります。でもそう、もう豊かな生活ができるまでがちょっときつい毎日やんないと物がもらえないから。本当にそうなので皆さんもあつ森ぜひ久しぶりやってみようと思う方はぜひ今日から始めてみてくださいみんなの島の名前は何なの？なんかさ、コンペイトーとかさ、かける人もいるじゃん。島の名前は、すごい、お城の名前に知ってたりするのか、すごい。チャーハン島に、ぜひチャーハン島でいいじゃん。チャーハン島がいいよみんなチャーハン島、ココペ島でもいいよ。買った時ポチャコ好きやったっけん、ポチャコ島、え、かわいい。そうなの、ポチャコ島だって。島島、プレゼント、え、すごい、プレゼント、なるほどね、プレゼントそういうこと。なるほどね。でもコンペイトーとかめっちゃありがちじゃない？今イモップがフランクフルトって言ったんだけど、フランクフルトありがとう、いいじゃん、ありがとう。最後に塔がつくのなるっけ。かりんとう、あ、確かに水筒とか微筒無糖砂糖オリゴ糖、いいね。正当じゃあちょっとリンリンリンガと通信できるようにあつ森を頑張りたいと思います。じゃあランキング読みますランキング読みます。13位、カトッペくんありがとうございます。12位、カオリッペさんありがとうございます。11位、博多なるなるさんありがとうございます。10位、MJ ジンヤさんありがとうございます。9位、ムハマロさんありがとうございます。8位、ヒデさんありがとうございます。7位、ナコミルンさんありがとうございます。6位、バッチさんありがとうございます。5位、マイナコありがとうございます。4位、タンオサカナさんありがとうございます。3位、ヤスさんありがとうございます。2位、ポテチーさんありがとうございます。1位、ヘタッピさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。明日は朝配信します。朝配信します。見に来てください。それではみんなおやすみなさい。おやすみんご。
おやすみなさーい。バイバーイ。